また演劇していただいたりしております。但是他们所展现的能量就很棒，所以我们给凤山的时候，我们就会让他们不同的功能团队或者是一个和气的团队上来，将他们一个主题的一个报告来跟用三十分钟跟大家分享。那所以他们今天是我行我素。では、次お願いします。五位在简报上看到的这五位，他们会用棒棒接力，然后我们的核心组队也都会来做一个结语跟开场。那这个美编呢？哎，这个文宣的文字，今天的テーマは、さっき写真、画面に映したこの米のボランティアから分かち合ってくれます。感恩文编美编。好，那他们团队第一件事情就是要邀约。そしてさっきのポスターの編集するチームは、そのポスターに映っている皆さんたちです。ではまずは一緒に歌いましょう。中国語が分かっている方も一緒に歌いましょう。伸出双手帮助别人的时候，生命从此不同，因为我们不再冷漠。感恩在心田，温暖满人间，伸出双手，需要帮助的时候，也许你会遇见那一双你牵过的手。
凤山区瑞星和气，他们借由棒棒接力要来我行我素，我们推素，也因为这样而温暖满人间。来，要来我行我素，哎，这句话，凤山区的瑞星和气气母，可能我家家有那个什么事。比手语的那几位师姐，为什么我们这次安排他们演出场？啊，对，刚刚可以看到我们那，啊，马达唱手语的带队，很多你看起来是吗？其实哈，真的都会给他们掌声鼓励。对啊，皆さん、もう一度、彼女たちに拍手しましょう。彼女は、ほぼ70歳ぐらいのボランティアたちです。彼女は、エリア、地域エリアでリサイクルボランティアや、その地域のボランティアを担当してきます。そして、チームの力で手話の歌も勉強します。そして彼女たちはもうその年寄りで一緒に一緒に集めて、そのボランティアのプラスに参加します。そしてサイマズ祝福会の手話だけじゃなくて、今日の勉強会のために彼女たちも夜までも手話を学びました。最初に紹介したいのは、夏季チームの組長、薛娟娟師姐です。そして、彼女の義理の息子も現場にいます。彼女の娘も今大愛で働いています。皆さんこんにちは。私が凤山区瑞星夏季チームに所属する薛娟娟と申します。そして毎日感謝の気持ちを持って、自治の仕事をやっていきます。本当に夏季チームの皆さんに感謝しています。そして聖人様の言葉である採食をするのです。呼びかけるのです。他に方法はないのです。そして聖人様の言葉を守って、黙々で地域で採食を広めてきます。私たちのチームにとってこの人生の最後までは辻の仕事をやらなければなりません。そして亡くなった時も自分の体を寄付します。そして今は地域で山火事を消したい人心で羽を動かす説明のようでした。次は自然世界の分かち合いをお願いします。世界の皆さんこんにちは。瑞星夏季チームの淑珍と申します。私たちは聖人様の一言、菜食を進めて
命を犠牲しないに終えることにしました。反正就是冷冰冰的机车店嘛，跟我们家师兄就是最初はどういうふうに最初を広めるかわかりません。所以我们就在机车店里面就想说，要不然そして师兄と共に今経営しているそのバイクの修理屋の後ろにその自分の我が家の台所でそういう菜食弁当をやっています。最初の最初は簡単なものを始めた頃は問題がいくつかありました。人手が足りないことで外に広めることに怖さを感じたことなどです。でも最後には皆さんが勇気を出してやり遂げました。それが一番の収穫でした。この活動で必要だったのはみんなの協力でした。師兄師姐から地域へ住民の皆さんが嫌がらずに協力してくれたのです。最初 の、 あのいろんな困ったことがあって、でも最後はだんだん師兄師姐が入ってきて協力してくれました。そして簡単なものを作るだけでしたが、お弁当を作ってみようと思い立って、毎月の1日と15日に作ることにしました。そしてやっと収穫をもらいました。師兄師姐から、あと皆さん他のボランティアたちから協力をいただいて、地域 の、 住民の皆さんへ広めに来ました。また淑珍師姐の娘さんも今年正式少女の奉仕になりました。淑珍師姐も自分の娘を聖人様へ寄付しました。それ、私にとって娘が出家したことについて温かく見送るだけで縁が途絶えたとは思っておらない。このご縁も祝福しました。淑珍師姐の娘さんは30歳ぐらいで、1回目は
少女に戻ってから2回目にも出家することを決めしました。その縁が本当に素晴らしいと思っています。月の方は李芙蓉师姐を紹介出します。少人様、少女の法師様だ。世界のボランティアたち、こんにちは。私は瑞宣夏季チームに所属する芙蓉と申します。私の娘は大テレビ局演劇部に勤めていましたが、いつも辻でボランティアをしてはどうかと勧めてくれたので、少しずつ参加しました。人生は無常と言いますが、娘は一昨年事故で亡くなりました。婚姻者の皆さんが寄り添ってくださったので、早いうちに娘を亡くした悲しみから立ち直ることができました。少人様からのお誘いによって、また保援者たちの寄り添ってくれましたので、そして自分の住んでいる地域で菜食を広める活動に励みました。そして私と他の師姐と一緒に月餅を作って販売してから、その金額は全部寄付しました。今年がもらった注文が以前より多かったです。一生懸命やりました。そしてすごく感動しました。私が所属しているチームは皆さんと力を合わせてやりました。もし月餅の作り方が知らない人に、私も教えてあげました。月餅だけじゃなくて、まんじゅうや菜食料理も全部教えてあげます。本当にこのチームの用心に感動します。この辻の家族に入ってきて本当に感謝します。これからも一生懸命やっていきたいと思っています。本当に芙蓉さんに感謝します。無常で彼女の娘も亡くなって、でも早いうちに立ち直ることができて本当に感動します。次は春景师姐をお願いします。少人様、皆様こんにちは。私は春景と申します。
少年様からの褒めはリーブンと申します。少年様のお伝えを聞きました。ウイルスに特効薬はなく、再食をすることが特効薬になるのです。それをやり遂げたいと思います。そして何ができるか考えました。それでスーゼンスジェとフレンスジェと話し合って、再食と募金を呼びかけるしかないと思いました。また知識、二人の世界と知識を共有して学び合い、協力し合いました。私たちは、三話のおすすめですが、菜食を広めるためにお弁当を作りました。50個から始めたのですが、今では200個以上作れるようになりました。皆さんに買ってもらい、他にも説明になりたい人が参加してくれるようになり、商人様の理念を守って、その精神でさらに多く、さらに遠くへと広めてくれました。大愛のエネルギーを各地に広めていくうちに幸せを感じました。もっと皆の思いが一つにまとめるようにとお願いしました。チームの皆さんが協力してくれたことに感謝しています。これからもっとお札とハロウィンで精進に努めたいと思っています。商人に感謝しています。次は春陰世界をお願いを紹介します。彼女も営業当時になれるように頑張ってきます。少年様、精神症者の奉仕様、皆さんこんにちは。私は謝春陰と申します。本名は明陰です。1997年に叶陰師姐から栄養道治を募金することを聞きました。そして自分が貯金したお金がまだあって、そして農地で野菜を作り、余分の土地も貸すこともでき、で そのお金で全部寄付しました。で、1997年に子どもの学位のことで仏様の前で商人様にお願いをしました。栄養同時になれるようにとも願いしました。その願いは、もし自分の子供が5月に無事に大学に行くことができたら、私も営業当時になれるように頑張ります。縁とは不思議なもので、それから恩人に出会って、恩人に出会って台湾制度の農地で
野菜を作り、貸すこともできるようになります。その収入で子供の学費を払いました。また、上がりたいことです。もっと多くの人に有機野菜を食べてもらいたいです。也感恩我家师兄，他今天因缘，有事情没有来。我的时间，也感恩我家师兄。后进的恩情，所以我今天的隆重，我的新的师兄，そして。野菜を買ってくれた皆さんに本当に感謝しています。心を込めて作った野菜を売ったお金をすべて寄付しました。1997年から今までもう7回営業当時を達成しました。就是手毛线的菜瓜布有没有很美哈？其实我们有一群织女哈，她们其实平常都要上班。ではもう一度私たちの楽器チームを紹介します。今持っている。然后今天呢，各位在主场的人，菩萨就很有因缘可以拿到这样子。所以其实在瑞星有很多这样的一个小麻雀呢，他们就是怎么样？每个人呢，每个人呢布施他的。可以付出的一点点的力量，好，我们也在我们的环保站做这样一个西服市集跟素食的推广。每个人有钱出钱，我要租，我可不可以组这个？そして今隣の師姐が持っているそういうプレゼントは現場にいる皆さんに送ります。我々の楽器チームがみんなその小さな説明ですか。自分の力を出して、その小さな力を、出して、いろいろなことも作りました。そして我々のチームは、去年500万ドルくらい、台湾ドルを募金しました。では次は、その、合心チームの圓圓師姐をお願いします。皆さん、こんにちは。我々、私たちはおばさんだけど、でも頑張っています。彼女たちも、ちゃんと聖人様のお探しを聞き入れて、聖人様からのそういう方法をちゃんと実行しています。彼女たちにとって、話すことが少ないけど、でもいっぱいな仕事をやりました。瑞星チームのホタルのようなボランティアたちの皆さんに感謝します。そして我々のチームの中でその年寄りの菩薩がちみちみで隅のところでやっていますが、でもその背中から見ると本当に素晴らしい菩薩と思っています。では皆さんチームで一緒に呼びかけましょう。我们给瑞星和气热烈的掌声。其实站在这里的时候，来郝圆圆，你真的不用离开的太快。はい、本当にこのチームに感謝します。并不是常常在分享的人，可是你有没有被他们的诚挚的心感动到？有的话给他们热烈的掌声。彼女たちの分かち合いから聞いてから、本当にそのあまり話すチャンスがないです。でも彼女たちは自分の動き、自分の行動で聖人様のお悟しに呼びかけています。そして彼女たちもそういう彩色を広める方、活動を進んでいます。
漂亮哦。所以其实爱上人要多说点滴滴都是改天有机会是一定要。但是我们那这边有入境障的人，我在这里跟你们真的说声对不起。ですので、皆さん、一緒に呼びかけましょう。もし聖人様を愛すれば必ず実践します。これらのその年寄りのボランティアたちを見て本当にあの不憫になります。でも感謝します。我行过速，我们推速，木星木外共资共事共行，慈济之美在路无疑。そして、今オンラインからもいろいろなフィードバックが来ました。点滴捐书化为大爱，我行我加速，我们一起来推速推速捐书。カナダのインバンさんからのメッセージが、その小さなホタルの光だけど、でも。地味地味チョコで働いて、だんだん自分の奉仕することもできます。チャンチュンからのフィードバックで、瑞心書きチームのそういう力と活動を見て本当に感心します。本当にこのチームの再職を進めることについて感謝します。感謝します。また主の世界を祝福します。現場にいらっしゃった皆さんに感謝します。もしあの各地域でチームの心と力を合わせて必ず自分のエリアをより素晴らしい、エリアになります。